月のサークル、堺区発足記念が1986年なんですね。だから割と新しいのかな。なんか結構横浜って人口がね、どんどん増えてるんで、それに伴って分布してるイメージもありますが、ここはあれ川沿いからの抜ける道はこっちじゃないんですかね。わかんねえ。そこに歩道はあるんですけどね、ちょっとその連絡通路みたいなところがわからない、向こうかな。で、次の瀬谷区役所なんですけども、今思った通り相鉄なんですけども、瀬谷駅の一つ手前、横浜寄りの、なんだっけ、三栄駅、なんかそんな感じのとこみたいですね。で、まあ、ここ大船の一つ手前なんで、なんか大船経由で、相鉄線に乗るようなルートも、ないかなと思ったんですけども、まあ、Google 先生曰くもこれは横浜経由一択だということなので、とりあえずね、横浜駅まで一旦戻りまして、横浜駅で改札出たところで、今日を終了としまして、また次の日はね、行けるかな、これは。横浜駅の、まあ、構内から再スタートという感じにしたいと思います。時間外だから柵が降りちゃってるんだ。あ、だからこれはやっぱりそのあれですね。表から来て正解ということですね。はい、残念ということで、まあ、これは動かないでしょ、さすがに。じゃあ、戻りましょう。はい、これは本当正解だったな。はい、本郷台駅のホームに戻ってきました。さすがに閑散としてますね。で、今14分なんで、まあ、あと3分ちょいですか。ここは末端区間なんでね、どうしても本数は、ちょっと減ってしまう感じですかね。なんかどっと疲れが出ましたな。ちなみに今のところ、2万4000歩ぐらいですかね。まあ、埼玉の時は確か10カ所で3万6000だか言ったので、まあ、それに比べると9カ所で2万4000というのはかなり、少ないと思いますね。各駅停車、大船行きが参ります。はい。危ないですから、黄色い線までお下がりください。なんか、中途半端というかな。なんか、まあ、まだ半分だからですけども、達成感もないしね、なんかあんまり、なんかこれまでの区役所巡りに比べるとやっぱり歩く部分が少ないせいかね、あまりこう新しい発見が薄いなというような印象もありますかね。なんかもっとこうね、例えば横浜だったらベイブリッジとかね、ああいうのは好きなので。でも海沿いはないんですかね、区役所がね。ちなみに今ここは海はでもちょっと遠いか。大船はどっちかというと鎌倉側の海に近いんですかね。しかし、まあこのね、県営東北線もまあ、いそこから先が、大船の駅5つですか、まあ、結構あるのでね、まあ、区役所があってもおかしくはないと思いましたけども、大船一つ手前の本郷台までね、連れてこられるとは思わなかったですね。はい。どう考えるか、どっちを入れればいいのかな。まあ、相鉄、あれ、相鉄はない。相鉄はこっちだけか。協力をお願いしております。さらにご自由なお客様や、ご本人のお客様をお待たせしたら、何かお伺いですか？はい、ということで、ここが横浜駅の南海賊ですね。まあ、多分相鉄線は、まあ、ここが、最寄りということでいいなと思います。ということでね、また明日はここの、JR 南改札を出た、まあ、この辺ですね、ここからまた再スタートということにしたいと思います。はい、おはようございます。今日はね、6月17日の今朝8時21分ですね。確か昨日、この辺で終わったと思うんですけどもね。まあ、8時21分ということで、まあ、朝ラッシュ真っ只中で、まあ、かなり人が多いですね。はい。で、相鉄線はここの上ですか。では、早速向かいましょう。
はい、まあ当然ですが、降りる人の方が圧倒的に多いですね。右側か。ちょっとこれは。はい、こちら、3番線の海老名駅がちょうど出るな、乗りたいな。間に合わねえ。Thank you for using Soltetsu Line. This is the express bound for Eina. The next stop is Kutamagawa. Next on the end. ということで、横浜からちょうど20分ぐらいで三ツ橋駅に着きましたね。急行はまあ、ね、通過駅がめちゃくちゃ多いので、8駅連続通過とかですかね。なんか本当一瞬で着いたという感じもありますね。はい。で、今日はなんか横浜駅でも全然喋る暇がなかったんですけども、昨日の続きでね、今日は10番目瀬谷区役所から、まず向かうということになりますね。はい、昨日も乗った相鉄の10000、JR の、ね、E231 系と同じような車両ですね。新34567、8駅連続通過ですね。で、三つ橋ありますね、瀬谷区役所。あ、これはなんかちょっと分かりづらいですけども、区役所は左側ですかね。あ、
そうみたいだな。区役所方面とわざわざ書いてくれてるのはありがたい。まあ、ちょっと地図を見ましょう。こちらですね、製薬役所。ああ、なるほど。なんかこんな感じで行けみたいなとこですかね。じゃあそれに従いましょう。まあ、ここはなんか商業施設も充実してる感じですけども、まだ朝の8時45分ということで閉まってますね。はい、今日はまあ昨日の反省を生かしてというかね、まあ、ちょっと早く出てきたので、まあ昨日はあの9カ所目を巡るのに、ゴールがね、午後ゴールというか、まあ9カ所目が午後7時ぐらいというのは結構ギリギリだったんですけども、今日はまあ多分5時ぐらいには終わるんじゃないかと思うんですけどもね、もうなんか結構高いですね、ここはね。高いというか、まあ、このデッキも高いですけど、正面のビルとかがこう下の方に見える感じなので、あれはだから海老名よりも、そっか、海老名は丘陵地帯という感じじゃないですからね。だからここがそのなんだろうな、陶芸とはちょっと違いますけどもね、なんか、横浜海老名双方よりも高いという感じなんですかね。はい、今確定海老名駅が、埼京線の E233 で来ましたね。はい、もうなんか、普通の光景となっている感じですかね。これはあ、まあいいや。はい、確定海老名駅、もう完全にこっちは区役所方面なんですね。なんかもうちょいこれ仮囲いどうにかできねえのか。三つ橋駅、はい、やっぱり下ってる感じですね、ここから先はね。はい、ここは県道40号厚木街道だそうですが、この、まあ、厚木街道っていう看板はともかく、この県道のね看板が完全にこう歩道を向いてるっていうのは割と珍しい気がしますね。そして製薬総合庁舎350メートル、ということで、まあ5分ぐらいですね、適当に歩いていきましょう。なんか喋ることがあった気がするというか、電車では考えてたんですけどね、もうカメラを回すといつも忘れますね。うわ、本当に思い出せない。あ、まず一つは、昨日は家に帰ったということですね。まあ、横浜ぐらいの距離だとね、一旦家に帰るのか、あるいはまあ寝カフェとかで泊まるのかっていうのは結構、まあまあどっちでもいいような距離なんですけども、まあそうですね、昨日、あの後ちょっとゲーセンに行ったんですけども、1万円分のメダルがね、もうあっという間に、本当にあっという間になくなってしまって、まあもう早々にね9時ぐらいにやることがなくなってしまったというのと、まあ、あとはちょっとね汗をかいて、まあ服が臭いのでね、それで2日目過ごすのはどうなんだということもあって、まあ一旦帰ることにしました。はい、はい、ここが、製薬総合庁舎入り口、製薬総合庁舎と書いてありますね。で、この左側、この正面に見えてるのもこれですかね、区役所ですね。これも消防署と併設されてる感じですかね。横浜はなんか、こういうところが多いんですかね。まあ求めちゃった方が何かと便利ということなんでしょう。これは結構新しそうですね。はい、であともう一つ言おうとしていたのは、この瀬谷区がね、相鉄の一つ隣の駅が瀬谷なので、まあ、そちらかと思ったら、三つ橋駅というなんかうまく説明できてないですけどもね。はい、まあ、これは昨日の堺区役所のあたりでもねちょっと話はしたんですけども、まあこの割とね、その駅名と区役所が一致しているところが多かったのに対して、まあここはちょっと違いましたねという、それだけの話ですね。はい、これ正面側は消防署ですけども、まあもうちょい奥ですかね、そこに案内図がありますね。はい、これは新しいですね、なんか本当にね。もしかしたらもともと瀬谷駅の近くにあったのをここに移したとか、そういうのもあるのかもしれないですね。瀬谷区総合庁舎、
そして周辺案内図ですが、手前が消防署で、奥が区役所ですね。消防署区役所公会堂。お、ラフ像がある。なんか初めて見ましたね、横浜ではね。私が見逃していただけというか、本当に高いですけども。あー、今日も天気がいいな。日差しが暑い、きつい、痛いということで、横浜に18ある、区のうち、ここが10番目ですね。はい、瀬谷区役所、ここに区役所とね書いておいてほしかったんですけども、まあまあ、あ、ここには区役所とありますね。では OK、 次は何区だっけかなんだ、他行、続き区ですね。続き区、こちらの行き方を調べましょう。